はじめましての方もこんばんは。最近やっていたアニメ、その奇世界人形は恋をするのキャラクター主人公五条くんが僕の誕生日と一緒だったのがびっくりして眠れない男ゆうちです。僕はよくヤスリがけやランナーからパーツを切り出している時にアニメを脇目で見ているんですが、五条くんが変なリアクションをする時があまりにも面白くて、手を止めてその部分だけリピート再生したりします。五条くん主人公なんですけれどね、なんかたまにヒロインっぽく見えるのは僕だけでしょうか。さて、このチャンネルでは僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。さて、今日作るプラモはダークアドベントのラーニアデラックスバージョンです。とうとうこのプラモを開封する時が来ましたぜ。ですが決してやましい心で作るわけではありません。美少女プラモを楽しむために作るんです。そう、今回のこの美少女プラモを楽しむための生乳が楽しむ、あ、本音が。それでは早速ランナーを並べてみましょう。ランナーを並べるとこんな感じ。ランナーを取り出した感じ、だいたい前回作ったネビュラ&ドラセナぐらいのランナー数な気がします。そしてここから一気にランナーからパーツを切り離し、一気に素体モードを組み上げると、こんな感じ。いや、すごいですね。とても2年前ぐらいに発売されたキットとは思えないくらいドスケベなラインです。そして、髪の毛が三つ編みでまとまっていて強気な目。これはまたいいですね。これなんというか、ちょっと危ない同人誌で多くにクッ殺せみたいなことを言ってそうなキャラクターデザインになってる気がします。控えめに言って最高です。素体の構造は女神デバイスの素体と結構似ている箇所があり、割と作りやすかったです。そして何よりもこの肩のパーツが一体造形なのがいいですね。毎回ポロリに悩まされてイライラしてましたから。そしてもうちょっとアップで見てみましょう。このお腹周りよ、たまりませんね。このお腹周り、素晴らしい肉付き。そして下から覗くと見えるこの下乳、布をめくりたくなる。ここで交換する顔や手のパーツを見ていきましょう。デラックスバージョンだと表情パーツが全部で5つあります。そして1つのっぺら棒があります。口元も描いておりません。これは十分好みの表情を作れって感じなんですかね。そしてハンドパーツには装甲がついているやつとついてないやつがあります。続いて可動範囲です。可動範囲もとても広く良好です。こんなポーズからこんな膝立ちポーズもできちゃったり、万歳ポーズだって余裕で撮らせることができます。さて、素体モードの魅力はだいぶ伝えられた気がします。次にクラーケンドレスモードを見ていきましょう。後ろに装備を取り付け、手足に追加の装甲を取り付ければ完成です。これまたプロポーションも良く、そして何よりもあんまり可動範囲の邪魔になったりしないんです。そしてさらに他の女神デバイスなどゴテ盛り装備のやつらと違って装備の取り付け工程が少なく、装備の取り付けがとても楽でした。さて、せっかくなのでどのように稼働するのか一緒に見ていきましょう。腰周りのアーマーの根元は全てボールジョイントになっており、自由な角度変更、角度調整が可能です。さらに触手アーマーの部分は根元に一つ関節があるので、さらに大きく動かすことができます。少しスカートをまとめたい場合は小さい連結パーツがあるのでスカートをまとめることができます。触手部分は内面に折りたたみ式ギミックで収納されております。この触手を全部で4本展開させることができます。そして一番邪魔になりそうな感じがしたこのフードにはだいたい5つほど関節が仕込まれており、可動の邪魔にならないところに移動させたり、フードをかぶせてるように動かしたりと、いろいろと自由度が高いです。ちなみにフードの横についているこれは近接用の手持ち武器になります。その他に武器はハンマーがあります。このハンマーの横にはクラゲをつけたりすることができます。その噂のクラゲにはLED ライトが付属しており、光らせた状態でクラゲに仕込むことができます。光らせたクラゲを見てみるとこんな感じ。実は初めて LED をプラモに仕込んでるところを見たんですが、結構いいですね。どこかで LED 工作したいものです。それと最後に色々と出ちゃってるやつらですよ。これがまたすごいんですよ。この胸、
胸たまらんのですよ。ラバーパーツが使われててフニフニしてるんですよ。ちょっとユチさん見えねえよって。君が真の変態紳士ニュータイプなら見えるはずだ。そういえばこのキットでダメなところと言われると僕は特にないですね。一つだけあげろというのならはめ合わせがちょっと悪い。でもそれはことぶき屋の製品でもよくあるあるな話なので僕は気になりませんでした。さて大体の僕なりのレビューはこんな感じ。さて今日はどうするかな。モザイク部分はうまく動画にはできませんからね。今日はこいつを水木ゆき風一番乗りよ。決めたぜ、タイマニン風に仕上げよう。だがしかしお腹と胸周りは少しもったいない感じがしてしまい、改造はしたくないのでここでフレズベルクの余剰パーツで出てきたこのスクール水着とアスラキュービで余っている胸パーツを使ってタイマニンスーツっぽいものを作っていこうと思う。一つのプラモで二つの変態行為に及ぶことができる素晴らしいプランだ。それでは早速改造の方行ってみよう。まずはこのスクール水着をどうにかしていきましょう。いいボディラインしてますよね。ですがこいつには関節がありません。なのでまずこのボディに関節を取り付けるところから始めます。まず1ミリのプラ板を2枚重ねたものを T 字に形を整えていきます。こうすることによって本来内面にあるダボ穴を利用して関節をしっかり固定していきます。そして上半身とくっつけるための関節には久しぶりに登場、間違えて2つ買ってしまったソルホーネットの関節を使います。こいつを T 字に接着してはめ込めば完成です。ちなみに股関節には1ミリのプラ板を3枚貼り合わせたものを内面に仕込んでおきます。そこに3ミリの穴を開け女神デバイスで余っている関節パーツを仕込んでいきます。これで関節の仕込みは終了。次にスーツの形を作ります。まずスクール水着のモールドは使わないため削り取っていきます。そのついでに股関節あたりを少しヤスリで削り骨盤を強調させていきます。ある程度形が整ったらシャーペンでモールドの形を書き込み薄く伸ばしたパテを貼り合わせスーツの形を作ります。パテでモールドを作る作業なかなか大変なので一発で決めようとせずに直線ごとに一度乾燥を挟みつつパテ盛りをしていくととても綺麗に仕上がります。そして最後にスーツの境目の部分にモールドを彫ります。このモールドはだいぶ湾曲しているのでガイドテープがうまく貼れません。なのでまずデザインナイフで優しくシャーペンでマークした部分に切り込みを入れていきます。そして次にデザインナイフの刃の反対側峰の部分でさらに深彫りし線が安定してきたら最後に 0.2 ミリのタガネで筋彫りします。筋彫りし終わったのがこんな感じ。いい感じに仕上がってきました。こいつは塗装が楽しみですね。その他の腕や足にも同じようなやり方でモールドを追加しました。そして改造ばかりしていて忘れちゃいけないのが合わせ目消しです。ミスターセメント SP を消したい合わせ目の部分に流し込み両サイドからギュッと押さえつけ中から出てきた溶剤をよく乾燥させたらマジックテープヤスリ800番などで表面を仕上げます。そして既存のモールドも彫り直しておきます。これをやっておけば最後の墨入れの工程がとてもやりやすくなるので面倒かもしれませんがしっかりやっていきましょう。筋彫りをしたら表面にバリが出ているので最後にヤスリがけで仕上げましょう。これで大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流しよく乾燥させたら塗装の方行ってみましょう。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り塗装の食いつきを良くさせます。次に肌パーツ以外すべてをこのミスターフィニッシングサーフェイサーブラックで黒く染め上げていきます。黒く染め上げたら
アーマーパーツなどには GX メタルブラックを塗ります。そしてよく乾燥させたら一部マスキングをして、プライマリーメタリックレッド、パールローズディープレッド、純色シアンを使って赤パーツを塗り分けしていきます。そういえば皆さん、タイマニーご存知ですか？僕は聞きかじった程度の知識の範囲しかありません。なのでせっかく作るのでと思い、アクションタイマニーを少しやりました。そしてやればやるほど思うことは、本来のゲームだとあられもない姿になっているんだって。そう思うと本来のゲームもちょっとやりたいなって思っちゃいます。さらにマスキングしてファレフォのブライトブロンズを使ってクラゲや腕の装甲パーツに塗っていきます。そして各装甲の裏面にはウルトラマリンブルーを一度拭きます。この時手首を変にひねって表面にブルーの塗装が乗らないように気をつけましょう。そしてよく乾燥させた純色マゼンタをさらに重ね塗りをして紫色にしていきます。このインナー紫がさらにくの一っぽくさせてくれるはずです。次にスターブライトシルバーとキャンドゥで買ってきたこの女性が髪の毛をまとめるための網を使ってカーボン塗装をします。こんな感じに網をかぶせたところにスターブライトシルバーを塗ります。出来上がったのがこんな感じ。準備運動はいい感じだ。ここからが本番です。この技法をタイツに利用していく。そのためにまずピュアブラック、ウォーカーブルー、ローズディープレッドを使ってタイツの下地を塗ります。そしてよく乾燥させたら再び登場ファレフォのブライトブロンズを使って網を足に巻きつけ、そして塗っていきます。塗りきれない反対側などはよく乾燥させてから網をずらし塗っていきます。よく乾燥させて網を取り外したらすごいギンギラギンな感じの足が出てきますが、下地で使った黒を重ね塗りをしてタイツの色味を調整していきます。調整したタイツがこんな感じ。長かった。去年からずっと編みタイツについて考えていた。そして1年僕はもがき苦しみ、そして考えた末がこの塗装方法だ。そう、これが、いやこれこそがビプラを導く編みタイツだ。さて気を取り直して続きいきますよ。サーフェイサーパステルピンクを肌パーツの下地にして、その上からプリムラタンフレッシュカラーを塗っていきます。そしてお腹周りには一度クリアのトップコートを拭き、シャドウを入れていきます。そしてよく乾燥させたらメラミンスポンジで陰影をはっきりさせていきます。編集してて気づく、バチコリ自分の手が汚い。これはそうですね、編みタイツの代償ってやつですかね。次回からは手袋してやろうと思います。こすり取ったものがこんな感じ。陰影がはっきりするとよりこの肉付きが素晴らしく見えてきます。次にエナメル塗料のホワイトとオレンジを調色してボディラインの白い部分を塗ります。髪の毛にはレザーブラウン、ピュアブラックを調色して塗っていきます。そして髪の毛パーツも肌パーツと同じく陰影をつけたりするので、一度クリアのトップコートを拭いておきます。その後陰影を拭き、メラミンスポンジで陰影を整えたのがこんな感じ。そしてさらにここにペンキレッドを使って髪の毛のインナーカラーを塗っていきます。これでエアブラシによる塗装は大体終了。次に筆などによる部分塗装。まずはファレフォのディープスカイブルーとグリーンフロンセントを混ぜて墨入れをします。はみ出してしまった部分は水などでさっと拭き取れば、ファレフォは水性なので拭き取れます。次にエナメル塗料のクロームシルバーを使ってメーカーの塗りづらい部分をシルバーに塗ります。こちらははみ出した部分はエナメル薄め液で拭き取っていきます。さらに口元にはホワイトとレッドを混ぜてピンク色を口元に塗っていきます。そしてデカール、フェイスデカールは付属しているデカールを使います。そしてデカールが貼り終わったらチーク、100均で買ってきた化粧品を使ってチークを描いていきます。
そして最後にトップコート、艶消しとクリアを1対1に混ぜて全体に塗っていきます。ちなみに今マスキングしているお腹の部分にはクリア単体のトップコートを吹いておきました。これで全ての作業は終了。それでは撮影の方行くぜ。いかがだったでしょうか。今回のタイマニン雪風風の塗装は褐色とクラーケンのデザインが相まってすごい海で遊んでいるお姉さんっぽくなってしまいました。だがこれはこれでいい。それにしても最近服作りにはまりすぎていますね。そろそろ違う方向のものを作りたいものです。それでは今日の動画楽しかったよ、面白かったよって思った方はチャンネル登録、熱い高評価よろしくな。できる限り規制に引っかからないように作っていたつもりなのですが、実はこのスーツ後ろから見るとほぼマッパです。この先の映像はぜひ SNS でお会いしましょう。またな。